条約の要点を覚える動画です。条約を言った後に、その条約の要点を言っていきます。電信条約。人語軍乱更新事変を受けて締結。締結した年は1885年。日本全権は伊藤博文。新国全権は李光翔。内容は3つ。両国軍は朝鮮から撤退。軍事顧問の派遣中止。出兵時には事前通告。下関条約。締結したのは1895年。1894年の日清戦争の講和条約。 日本全権は伊藤博文、陸奥宗光。新国全権は李光省。下関条約では4つのことが決まりました。新国は朝鮮の独立を認めること。両党半島と台湾防護諸島を日本に譲ること。賠償金2億テールを日本に払うこと。新国の4つの港を開くこと。ポーツマス条約。日露戦争の講和条約で結ばれた年は1905年。場所はアメリカ。日本全権は小村寿太郎。ロシア全権はウィッテ。圧戦したののはアメリカの ーはローズベルト内容は4つ韓国の監督権。旅順大連の咀嚼権。北緯50度以南のサハリンは日本へ。賠償金はなし。賠償金がないことで起きた事件は日比谷焼き討ち事件。ベルサイユ条約。戦争は第一次世界大戦で、会議の名前はパリ講和会議。締結した年は1919 19年。調印した場所はフランスのベルサイユ宮殿。日本全権はサイオン持キンモチ・マキ信明ドイツ側は巨額の賠償金と軍備の制限ドイツ本国の一部 を割上することが決定民族自決の原則により東欧に独立国家が誕生世界大戦が起こらないためにこの条約によって設立された国際機関は国際連盟日本がこの条約で得たものは三島省の旧ドイツ権益赤道以北の旧ドイツ領南洋諸島の委任統治権パリ不戦条約締結された年は1928年日本の全権は内田光也フランスがアメリカに対して戦争放棄を目的に提案したことで結ばれた条約国際紛争解決 と国策の推進の手段として戦争を放棄することを誓った別名ケロック・ブリアン協定ブリアンはフランスの外相でケロックはアメリカの国務大臣ロンドン海軍軍縮条約締結した年は1930年内容は2つワシントン軍縮条約で決められた主力艦の建造禁止を5年延長補助艦の総トン数アメリカ10イギリス10日本7割弱この条約の締結によって日本国内で起きた問題は統帥権の甲板問題で内容 は天皇に直属するはずの軍隊の兵力量を政府が勝手に決めてしまったこと独訴不可侵条約締結したは年は1939年ドイツはヒトラーソ連はスターリンの間で結ばれた軍事同盟要点は2つ相互不可侵戦後にポーランド分割することを決めた秘密条約日本はドイツと同盟関係にありノモンハン事件でソ連と戦っていたため衝撃を受け平沼貴一郎内閣は総辞職